たかしが興奮してズボンを脱ごうとしていたので俺は当てて阻止した。はい、どうもこんにちは、こんばんは、ライです。というわけで今回ちゃんの多分そんなに怖くないホラーゲーム、こちらのゲームやっていきたいと思います。いや、まあタイトルからも怖くないホラーゲームって存在するんですかね。しかもそれが多分っていう表現されてるんで、早速やっていきたいと思います。それでは早速始めから。おー、アテンション。このゲームは全く怖くないですが、登場人物の一人であるたかしの気候に別の意味で恐怖を感じる場面がございます。それでも大丈夫な方はそのままお進みください。クリックで次に進みます。たかしの気候ね、このたかしの気候が恐怖を感じるってことなの。 OK、 じゃあやっていきましょうか。スタート。お、普通の教室。山田、俺の名前は山田、オカルト研究部に所属している。俺たちは科学では解明できない類のものを日々研究している。あ、なるほど、オカルト研究部ですね。最近学校近くの川で幽霊が出るとの噂を耳にした。今回は本当に幽霊がいるのか確かめようと思う。と、ここで我がオカルト研究部の部員を紹介しよう。おお、部員しようかね。 OK。 あ、こいつか、たかし。こいつだ、たかし。山田、見てくれ、校庭にオレンジ色の大根が落ちてたんだ。そんなの落ちてんのか。すごいの見つけてきたな、たかし。たかし、それは人参だ、人参だというか、なんで学校に野菜が落ちてるんだ。これで5本目だぞ。お前どっか盗んできただろそれこいつの名前はたかし。こんな顔してるが立派な俺の友達だ。たかしと、お、この子愛ちゃんってのか。山田さん、いよいよ今夜ですね。緊張します。なんかすごいマドンナ的な存在なのかね。オカルト研究部になんか似つかない感じだけどね。この子の名前は愛ちゃん。可愛くて優しくて純粋でとても頼もしい後輩だ。あ、後輩なのか。俺の癒しの存在であり、話していてとても楽しい。まあ無理たくない。お前恋しちゃってんじゃん山田、恋しちゃってるわそれは。待てよ、俺はこんな可愛い子を危険な場所に連れてっていいのだろうか。ああ、なるほどね。確かにこれから危ない場所行くんだな。どうする、どうする。セーブ推奨。ああ、オッケー、セーブしとこうか。ああ、どうしようかな。まあそれでも行く、やめておこう。一旦やめておこうで行ってみる。これだとどうなるかな。うん、何かあってからじゃ遅いからな。俺は2人を説得して今回の活動を中止した。愛ちゃんは不満そうな顔したが、安全第一だ。校庭に落ちていた人参の研究でもするか。人参の研究校庭に落ちてる。まずい、たかしはどっから持ってきたの。本当に校庭に落ちてたんか。翌日、愛ちゃんが行方不明になった。急なホラー展開本当に急なホラー展開来たな。おそらくあのあと一人であの場所に行ってしまったんだ。こうなるくらいならせめて一緒に行くんだった。俺は後悔している。ずっと3年経った今でも。あ、もうそんな時間経ったんだ。急に愛の愛なしじゃ生きられないエンドなるほどね、そういう感じか。 OK、よし、じゃあここまで持ってきました。じゃあそれでも行く、こちらで行きましょう。いや、ここで引くわけにはいかない。愛ちゃんのことは俺が守ればいいだけの話だ。よし、じゃあ行くか。うわー、なんか雰囲気のある場所来たね。ここが噂の心霊スポットですね。ああ、噂によると夜髪の長い女性の霊が現れるそうだ。そしてここは事故が多かったらしい。おそらく自分が死んだことに気づかずにさまよっているとの噂だが、すげえ普通に怖いな。僕は髪の長い女よりサングラスかけたおっさんがうろうろしてる方が怖いけどね。ちょっと違う、たかし、ちょっと違う。それはベクトルが違うんよ。あ、たかしって借金取りに追われてるんだっけそっちなんでだよ、なんでお前借金負ってんだよこいつ。ん、奥に誰か立ってるぞ。誰だ。あ、髪の中よ。おお、めっちゃ近づいてきた。いや、山田さん、こっちに来てますよ。しまった、気づかれた。髪の長い女がこちらに向かって走ってくる。これややばい予感がするぞ。逃げるぞ。逃げてんのか。とりあえず逃げれるのか。これで誰も置いてってない、大丈夫。俺たちは無我夢中で走った。すぐ後ろで足音が聞こえる。そしてハサミとつぶやく声も聞こえた。ハサミ、誰だ。ハサミ、もしかしてハサミが欲しいのではないでしょうか。ハサミが欲しい、どういうこと。俺は、おお、なるほど、ここでもか。女性部して、え、どうしよう、ハサミが欲しいのか、それともわからん、立ち止まるだろ一旦。どうだ。俺は思い切って立ち止まって振り返った。すると女性もその場に止まった。最初は遠くからしか姿が見えなかったのでわからなかったが、近くで見るとなんだか嫌感がある。あ、
髪の一部分が短すぎるんだ。カット失敗してる？ハサミ。そうか、きっとこの女性は髪を切りたいんだ。でもハサミなんて持ってないぞ。誰か持ってないのか？山田さん、私実はハサミ持ってるんです。あ、確かによくよく見たら本当は一部分ありえないほど短いね。さすが愛ちゃん、用意周到すぎる。愛ちゃんがハサミを差し出そう。女性の霊は嬉しそうに微笑んだ。あれ、意外といいエンド。あれ、ありがとう。女性の霊、どうした？ここだけ間違えて髪をバッサリ切っちゃって、こんな見苦しい姿で追いかけたくないの。え、追いかけん、こんな見苦しい姿で追いかけたくないの？追いかける分にはいいの。別に思いっきり追いかけられましたけどね。というか、なんてプロ意識の高い幽霊なんだ。女性はハサミを受け取ると、長い髪を大胆に切っていく。そしてどうなるんだ、どんな髪型になる。あ、すごい可愛らしい。え、髪色変わった。なんか可愛くなったな。可愛すぎるだろ。すごいショートヘアに似合った女の子になったじゃないですか。思わず心の中で叫んだ。たかしが興奮してズボンを脱ごうとしていたので、俺は当てて阻止した。たかし幽霊に興奮しちゃってんのか。怖いわ、確かに。それはあなたが噂の幽霊ですか。あら、噂になってんの。でも私もそろそろ成仏したいのよね。だから一つお願いしてもいいかしら。何のお願いだ。俺は、おお、なんかお願い聞くパターンか。ちょっと聞いてみようか。さあ、どうしようかな。どうしよう。まあ、お願い聞いてあげようか。わかった。それで願いとは一体。水玉からのピンクのハンカチを見つけてほしいの。友達からもらった大切なものだから。あー、友達からもらったものめっちゃ大事だね。じゃあよし、わかった。それじゃあみんなへ手分けして探そう。そんなすぐ見つかるかな。あ、もう見つかった。ふう、1時間ほど経っただろうか。やっと見つけた。早速幽霊に渡しに行こう。ん、どうした。なんだあれ、アイスちゃんと幽霊か。幽霊と愛ちゃんが二人きりで何かこそこそ話している。愛ちゃんは大丈夫だろうか。どうしようか。どうする。難しい。ここでも分岐、結構分岐あるね。どうする。これは聞き耳立てる。まあ、聞き耳立てみるか。何の話してんだろうね。女の子同士の話ってことかな。俺はとっさに聞き耳を立てる。別に今すぐ私に言ってもいいのだけど、やっぱり人間みんな秘密話は気になるものさ。それに女の子同士集まると変に団結力が強くなるからな。誰かの悪口言ってたりして。さんがで私も。何、愛ちゃん何の話してんだ。誰の話してんの。そう、でもあなたは、あんまり聞こえないな。もう少し近づいてみよう。その時後ろからザザザッと音がした。何、たかしか。誰だ。俺の声に愛ちゃんと幽霊も振り見た。その先にはたかしがいた。あ、たかし、どうしたん。たかし、おい、そんなとこに何してるんだ。何してたんだろう、たかしは。たかし、あ、たかし、何してんの。僕さ、こんな時間まで起きてたことないから興奮して人参で穴掘ってるんだ。怖い。確かにちょっと怖い。たかしの行動がちょっとキテレすぎんよ。なぜお前の衝動はそんな気候につながるんだ。その時たかしの手から人参が吹き飛んだ。俺は間一髪で吹き飛んだ人参を避けたが、もし頭に直撃したらおそらく死んでいただろう。何の話だよ。なんだ人参が吹き飛んだって。山田さん、なんだ、どういうこと。愛ちゃんと幽霊が駆け寄ってきた。やっと見つけましたよ。これあなたのハンカチで合ってますか。俺は彼女にハンカチを差し出した。私のハンカチだわ。これでやっとあの世に行くことができる。ありがとう。おお、これで合ってたんだ本当に。山田さん、ん、実はこの子私の親友で、このハンカチをあげたのも私なんです。あ、愛ちゃんの親友。あ、なるほど。あ、じゃあ最後あれか、親友同士の話してたってこと。一緒に探してくださってありがとうございました。これで私も一緒に行けます。え、うん、愛ちゃん、え、愛ちゃんも幽霊だった、もしかして。二人ともお元気で。え、愛ちゃん。そう言うと愛ちゃんは俺の手を握りしめて優しく微笑んだ。え、愛ちゃん。その手は凍りついたように冷たかった。愛ちゃん、まさかの愛ちゃん幽霊。え、あー、笑顔で帰ってた。気がつけば愛ちゃんも幽霊も消えていた。お、じゃあ
成仏できたみたいだな。帰ろうぜ。何？え、たかしは気づいてたってこと？あの愛ちゃんの存在に。ああ、俺は訳が分からなかった。愛ちゃんは。っていうか、お前も変だったよな。何もない空間で一人でずっと喋ってたぞ。愛ちゃん、愛ちゃんって。ええー。待って、これたかしが怖いんじゃなくて俺が、え？俺が怖かったってこと？え？お前のイマジナリーフレンドか？いや、そんな、え？怖っ、なんか急に。イマジナリーフレンドってお前な。そういえば俺はたかしと愛ちゃんが話してるところを見たことがない。確かにあの二人喋ってるところなかったね。同じ空間にいてもこの二人同士で会話を交えていない。たかしには愛ちゃんが見えていなかったのか。なんだか虚しい気分だ。いや、こんなアホの塊のようなやつに愛ちゃんが見えるの大問題だ。俺だけの秘密にしておく。アホの塊のようなやつってひどくない？あ、帰ってきた。あれから1週間経った。オカルト研究部は今は2人で活動している。まあ最初から2人だったわけだが。そうだね、そうなるよね。相変わらずたかしは鼻の穴に大根を突っ込んでいる。意味がわからない。違うよ、これ結局山田が怖かったエンドなんだよ。要は山田、元気出せって。あいちゃんに触れたんだろ。俺に乗り換えてもいいんだぜ。なんでだよ、お前に乗り越える必要ないだろ。振られてないし、それは絶対に死んでも嫌だね。幽霊を成仏させたっきりような噂を収まった。あ、雨だ。その後詳しく調べてみたんだが、約10年前、この学校の生徒タスケ愛は、あ、タスケっていうの、上の名前。大雨にある増水で川に溺れた親友を助けるために自ら川へ飛び込んだが、そのまま二人とも帰らぬ人となってしまったんだ。ああ、そういうことだったのか。じゃあ十数年前の幽霊だったんだね。愛ちゃんの遺体見つかったんだが、親友の方は今では見つかっていないらしい。と愛ちゃんは二人で成仏したかったから俺たちに気づいてほしかったんだろうと思っている。きっと今頃愛ちゃんは親友と天国にいると信じよう。さてと、女性の霊の件は解決したし、次は何を調査しようか。山田、ビッグニュースだ。廊下でな、黄色くて変な粒がいっぱいついてる大根見つけたぞ。それ触っちゃダメ。たかし、絶対触んなよ。たかし、それはトウモロコシだ。トウモロコシか。わからんかった。なんだ、たかしは全部大根しか知らないのか。おー、終わった。いや、面白いエンドだな。なかなか面白かったですね。プレイヤー、そこのあなた、ありがとうございました。フィン。あー、ハッピーエンドだ。Thank you for playing. こちらこそ、ありがとうございました。なんだこれ。次回、たかしの謎の生態に迫る。次回ってなんだ。はい。というわけで今回はこちらの多分そんなに怖くないホラーゲーム、こちらのゲームやっていきました。いや、なんかたかしもおかしかったけど、結局山田もおかしかったけどね。というわけで、この動画が面白いと思ってくれたらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。